よし、今回大谷翔平21試合目の登板、ソフトバンク戦をプレイしていきましょう。今季ここまでこのペナントではもうほんとソフトバンクの餌にされてます。で、大谷翔平といえば、クライマックスシリーズファーストステージでしたっけ、ファイナルステージでですね、クローザーで登板してソフトバンク打線を完璧に抑え、165キロを連発した、という素晴らしいピッチャーなんですが、このペナントではそうじゃない。ただただフルボッコ、餌としてパクリと食われてるだけなんでね、今日は抑えてやる。気合は十分ですよ。気合だけはね。よし、じゃあこれ1戦目、大谷は、野手でのプレーになりますのでね、野手でしっかりとやっていきましょう。ぞ。現在は打点、三冠王ですからね。ただもういろいろとピンチだよ。ホームラン、数では並ばれてますからね。なので、今回の実況で三冠王、くなるかもしれない。一番やばいのは本塁打かな。打点数でもちょっとやばかったような気が。もう全部やばいんだよ、打率でもね。当てただけのバッティングはサードゴロ。アウト。まあまあまあ、1打席目だからね、そんな気にしないよ。ランナーいねえな、お前。ランナー出せよ、大谷の前に。勝つ気ないのか。ランナーいないとやる気が出ないなんて言い訳かな。ダメダメダメ、クソみたいな凡退しとるぞ。全く打てねえわ。トップバッターは大谷。今日はサードゴロとファーストゴロ。1球目空振りから投げた。うん、そうだな。ちょっと待って、2球でかい。投球はこれから3球目。当てただけはない。やんだ、合わないのか。松田のコーフィーリーディング素晴らしいね。来た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 。これは勝ち越しの場面で大谷翔平、カモーン。流してファール。おお、やっとした。ボールか。よしよっしゃー、最低限はできたか。できてねー。この場面でまさかのゲッツー、やっちまったな。チームさよなら。最後杉谷が打ったのか。わー、それはいいけどさ、大谷が打たなければ意味ねえじゃん。いや、いきなり嫌な感じだね。打者で完璧にソフトバンクに封じられましたから、いいとこで全く打てず、これ投手でもボコボコにされるということも十分にあり得るぞ。2試合目は高梨が登板だね。はい、ならこれ3試合目登板予定になりますから、また野手でプレイしていきましょう。今日は調子がいいのでね、大谷顔真っ赤になってましたから、今日ちょっとヒット打てなければ、このまま投手迎えたらもうどうなるかっていうのは展開は読めてくる。みんな読めてるでしょ。俺も読めてるわ。ただただもう泣きながらフルボッコンされてね。うわ、もう何してんの。危ない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 。1球で終わるなよ。投げました、決まった、ストライク。バッター追い込まれました。第3球を投げました。全然違うとこ振ってる、ひでえわ。ファイターズ、この回はクリーンアップからの攻撃になります。先頭バッターは大谷。今日の第1打席はスイングアウト。投球これから2球目。あおやす、切れるんかい。スタンドに入りました。ファール。第3球を投げました。打ちました。ああ、ダメだこれ。ファールグラウンドキャッチ。ファイターズ、この回はクリーンアップからの攻撃になります。トップバッターは大谷。今日は三振。よーし、捉えた。ガーン、アウト。これでワンアウト。ランナーはありません。なんでやねん言うて、ほんと全く打てへんやないか、あんた。来た、これは来た、いったいったいった、いってる。もうほんと言ってくれ、マジで。なんでいかねえんだよ、広すぎるんだよここ。何本ここでホームラン損してんだマジで。まあでも最後に1本出てきて、出たからいいか。他の球場なら余裕でホームランなのね。もったいない、ほんともったいないことをしてるね。この流れで投げることになるのか。怖え、マジで怖えけど行くしかないね。行きましょう、リベンジ登板ですよ。大谷翔平調子は絶好調。これちょっとオーダーの方変えていきましょうか。よし、これで OK だ。中島全然打たないんでね。よし、行きましょう。たくさんの援護くれ、頼む。そして大谷も抑えるから、もう頼む。なんかもういろいろと頼む、神頼みですね。
お願いします。お待たせいたしました。行きましょう。回の表まずここで点を取られてるようじゃ援護はくれないからね。そんなピッチャーに援護やろうっていう気にはならない、みんなね。なのでパーフェクトピッチングで行きたいとこ、木所にあっさりシングル。すげえな、リードオフマンにあっさり打たれたよ。盗塁できたぞ。うそー、この大谷の速球で盗塁できんの。ちょっと待て、さっきからすっぽ抜けが異常な数だろお前。これもういろいろフラグ立ってんじゃねえか。いやもう絶対これあかんわ。そして柳田、成績自体は別にそこまででもないんだよね。すんげえ打たれてるけどね大谷は。全力ストレートはどうだ、犠牲フライには十分な距離か。もうあっさり失点、早えよ。すげえあっさりしてたね。あ、てここまであっさりしてると点入った実感ないよね。うーわ、まただ。一塁ランナー三塁へ向かう。松田三塁です。と内川ナイスバッティング。打たれまくりですやん。ピンチを広げています。第2球。インローに送ってストライク。さあ、ツーストライクと追い込んだ。内角低め、ボール。カウントワンボール、ツーストライク。よし、ようやく終わった。投げたくないです正直な話をするともういいです。なんかでもこの1点で進めばねいいので、完封はいきなりなくなっちゃったけどもね。完投はある。また同じようにセンター前タイムでバントを決められランナー2塁に進みました。すげえな、もう作業芸になってるわ。毎イニングこういうことを繰り返していくんだろうね。よし、よく取ったぞ。これでツーアウト、ランナーは二塁変わりません。危ない球、投げた、ストライク。第3球を投げた。うーわ、もうほらね、もうフラグいろいろビンビンに立ってる。それも今季まだホームラン打たれてないやつに打たれたんだぜ。柳田とか松田とか内川に打たれろよ、こんなんだったら。なんでいつもそんな、それに打たれんのっていうやつに打たれんだよ。そ、ど真ん中投げたら誰だって打つわ、もう。ふざけんなよ、マジで。やってられねえ、失投率が高すぎて。いや、もう一回から失投だらけだったけどね。絶対どっかで投げると思った、ど真ん中。全投手に逃げ球告げるべきだね。じゃないとまともプレイできねえよこのゲーム。大谷レベルがこんだけ失点する、失投するんだぜ。それも調子いいのにね。調子悪かったらどれだけ失投するの。お前全部失投じゃねえか。フリーバッティングみたいになるよね。ポンポンスタンド運ばれるよ。また、ここは引っ張りに警戒します。 QS は残ってるからね、せめてそれだけでも達成していかないとっていう思いはあるんだけど無理だな。追い込んでから投げました、打ちました、切れていきます、ファール。投げた、打ちました、あーん、イエス。これで2アウト、ランナーありません。バッターは5番内川。外角高め際どい球、ボール。投げた、ストレイク。投球は3球目。投げた、3球目ストレイク。とどめのスローカーブ、決まった、イエス。全然よしじゃないけどね、全然よしじゃない。援護は相変わらずねえし、まあこれを7回まで続けていこう。そうすればなんとなく OK だろう。せやなんだ、あれがフェアなの、切れてなかったの。よし、全力が大抵もう打ち上げてくれるね。柳田もそうだったけど、だから困った時には全力を投げればいいんだ。ただ全力を投げるとスタミナを消費するからね、よりね。
まあ、今日に関してはもうその全力を使っていいでしょう。スタミナがあると何回も生かされるんでね、もう今季本当ボコボコに打たれてる状況で7回まで行ったことたくさんあるんで、もう消費しましょう。はい、三振。いいね。ここからパーフェクト大谷になってやるわ。はい、オッケー。ワッツ一二塁間かい。ファーストゴロじゃねえの。打球だけ見たら正面かなと思ったんだけど、今日木どころ2安打、それも今季初ホームランだからね。予想外な相手に打たれすぎだわ。ねえ、楽天の島に打たれたり、前回は住民に打たれたもんね。今季3号目のホームランで気どころだぜ。もう打たれるにも相手っていうものがあるからさ、その格っていうものがね、その絵になるじゃん。大谷がその柳田レベルとかに打たれたら、これが超一流の対決なのかって。そうじゃないからね、気どころファンには悪いですけども、そうじゃない。気どころでは絵がね悪いんですよ。柳田、嘘だろ。あ、よかったよかった、言ってないか。ヒヤッとするわ、ほんと勘弁してくれよマジで。あんな球お前逆方向に持っていかれたらもう 何もかもが崩壊するね、俺の中の全てが。見たことないんで、この札幌ドーム、大谷の変化球を逆方向に突っ込むやつね。はい、6回、 QS 達成といこうと行きたいとこだが、内川にセンター前あっさり打たれる。あー、ここで変えられる、珍しいこともあるもんだ。さすがにちょっと今日の栗山監督は不機嫌だったのかな。で、大谷が降りた後に援護くれる。で、打たれてゲームセットだね。わーお誰だあれ。9回ボコボコに打たれた野郎誰だ。あれなかった、今日勝てたぞ。はい、今季13敗目。もう負け数には驚かない。もう今季は10敗余裕で到達してますから。はい、ついに恐れていた時が来たね。大谷がスランプ。まあ、そらそうでしょうね。投手でこれだけ打たれたらスランプになるわな。これね、なったらもう終わりですよ。これ、野手の方にも影響がありますから。もちろん、ピッチングにもね。あ、もう調子が絶好調とかそういうのがなくなったわけだから、もう常に絶不調っていう感じね。絶不調のさらにまた下のバージョンですから、これは。うーわ、これもう終わったな、大谷スランプ。終わりが来たかもしれない。はい、これロッテ戦8月最初のカードは、3連戦ですね。大谷投げる試合ないので、野手で全てプレイしていきましょう。ほら。能力やばいよ。これ打撃能力、大谷確かミート B、パワー A とかそんな感じなんだけど、もう全部落ちてますから、もうミートもちっちゃい。終わった。いや、いつかはなるんだろうなって思ってたよ、これ。いつかはね。ついにこの時が来たか。あー、まあでも元の能力はやっぱ高いからね、そこそんなにちっちゃくねえわ。あくまでもそんなにね。デッドボールスランプな上にデッドボールか、お前。大谷やむぞお前、大丈夫か。三冠王はもうなくなってるな多分。ホームランで抜かれてる。打点も3打点くらいしか差がなかったらから多分もうこの実況で抜かれるわ。打たないとね。打率もそう、そんなないから。さあ追加点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー二塁という場面で、あー弱いな打球が。やっぱパワーが減ってるからだね。ああやってパワーがあったら強い打球いくんだけどね、ちょっと当たった打球でも。今回はクリーンアップからの攻撃になります。先頭バッターは大谷ショートゴロ、ショートゴロコレクション。イエス、でも内野安打。おーいただきました。今日はデッドボール以外全部ショートへの打球だったけど、逆にショートに行ってくれたことによっての内野安打だね。んでデスパイネのサヨナラタイムリーで試合は決着か。いいとこなし。マーティンが打たれてる、守護神マーティンがね。マーティンが打たれたらもうどうしようもねえよ。次の試合行きましょう。今日は関谷って誰だ、聞いたことねえな。まあ、スタンリッジレベルの投手ではないことは確かですから、ここで1本スランプでも1本打たないと何も打撃タイトルも取れない。もう投手タイトルは諦めてるんで、せめて打撃タイトルをと思ってるんだが、全部失うね。チャンスを迎えました。ワンアウトランナー2塁という場面で大谷、この後に控えているのはレアード。第2球投げました。もうカウント1ボール1ストライク。第3球を投げました。完全に外れた。ボール、大きく外れました。カウントは2ボール1ストライク。次は5球目。
イエース、久々のフォアボール。今季まだ一桁しか選んでないからね。打ちまくってたからさ、フォアボールなんていらねえって思ってたらね、ここに来てそのなんていうのかな、借金が一気に来たね。フォアボール選んでないから出塁率が3割5分を切ってるっていうね、打率3割に対して。ここまで選ばないやつもいないと思うよ、3割打つやつの中でね。うわ、もう最悪すぎる。ここで犠牲フライもあげれんか。終わりだな、もう。ツーアウトランナー1塁という場面で大谷。第9投げた。初球から打った。フラフラッと上がった。終わり、もう無理。取りました。これで3アウト。1塁。ファイターズダメ押しのチャンスを迎えました。ワンアウトランナー1塁3塁という場面で大谷。打ちました。ファール。第2球。よーし、十分だ。犠牲フライになるか。センターバック。ゴー。これを今日2度しないとダメだったんだよ、さっきのとこでね。もう一回来い、もう一回来い、ホームラン打ちて。今日はフォアボールと儀比のみ。うわー、うまく打った。これはうまい引っ張り。シングル、イエース。2試合連続ヒット。チームは9対5で無事勝利だね。最後若干危なかったけどね。見てよ、最後1点取られてるから。ほら、まあでも4点差だからね。まだいけるか。やっぱスランプになったことによってパワーが下がってるんでね、さっきの犠牲フライの打球なんて捉えてあそこまでしか飛んでないからね。わかる、この時期を見ててくださった方わかると思うけど、ほんと大谷パワーすごいからさ、ポンポン飛ぶんだよね。ちょっと温かくもスタンドインっていうのがあって、もうこんなんでいいのか、逆にこんなんでいいのかいなんて思ってた時もあったんだけど、今はもうそれができねえよ。捉えたのにあそこだから。いきなり先制のチャンスを迎えています。ここはもうほんと最低限だ、多くは求めない、最低限で十分だね。第4球を投げた。いや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 、何をしてる何をしてる、打点を稼ぐチャンスだぞ。もう当てに行こう、当てに行こう、当てに行くバッティング。十分十分十分、打点はついたね。イエスイエス、もうこれで OK、 これで OK、 これで OK、 もういりません、いりません、何も望みません、それ以上。パーバット折れた。ただ内野安打期待できるな。ほら来た、打球が失速した分だけね。よし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 、ゲームは後半に入ります。この回のトップバッターは大谷。初球を打ちました。ダメか、ピッチャー取る。これピッチャーの後ろに降りて落ちてくれたら内野安打なんだよ。ファイターズ追う展開で迎える8回です。バッター大谷、今日はここまで3打数1安打。これひどいね、ほんと。また内野ゴロとか言うんじゃねえよ、一番本人が気にしとんねん。ゲームセット。うわー、デスバイネ20号到達か。大谷21本だからこれ下に来たね。あー、残念ながらホームランを打てず、ヒットは1本ずつは打ってきたんだけどね。スランプになったことによってこれ、うわ、ほんでまたこれソフトバンク戦。うわー、次回これ絶不調、スランプの中の登板となるよ。ローテーション通りでいけば次投げることになるのか。やだな、やだよこれ。またリベンジの機会は来たが、今は来てほしくなかった。次回ソフトバンク戦お楽しみに。投げたくないですけど。はい、防御率は 3.91、 140イニングを投げて7勝13敗、登板21試合で完封1、完投3、 QS12HQS は8個、三振は108個、でウィップは 1.24 ですね。で、打つ方では3割1分8厘、21本塁打、74打点。で、OPS は、9割4分という数字。ほんで、これランキング見ていくと、投手ランキング。はい、最終防御率は松葉の 1.91。勝率では菊池の14、武田と並んでますね。勝率では武田。で、奪三振ではもうこれ、則本くんでしょうね。はい、163個、2とは30個差なんで、もうこれは確定でしょう。で、おー、よかった、まだ首位打者はキープできてるね。あー、マジで？あー、よし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 。現在、首位打者、秋山とは7厘差。で、最短打は秋山。本塁打は、うーわ、やっぱ抜かれてる。メヒア24本。柳田、で、T 岡田とも並ばれてるね。はい、三冠王。
前半戦三冠王だった大谷、後半戦ついに陥落ですね。はい。打点では74打点でまだトップ。これはキープできてる。二冠王だね、現在は。で、出塁率3割7分で T 岡田、OPS が9割4分でまだトップというわけで。ただもう3本差いたからな。ほんでこのスランプの中、そして次回ソフトバンク戦。もう嫌な要素しかありませんけどね。また次回やっていきたいと思いますので、お楽しみに。グッバイ、また会いましょう。